あ、中1個。1つはおまけ。あ、そうなんですか。ずっと何十万まで購入してて、はい、で、これくらいすると並べて、日当たってます。はい、今、身は大きいですか。大きくないと、カーンって跳ねるから、あ、ここだけ押さえてください。Thank you.
あ、こんにちは。あ、予約した。あ、荷物やね。あ、そうや、見たことあるな。荷物ここにありますんでね。一緒です。あ、本当ですか。一緒にしました。あ、ありがとうございます。なんとかゆりくりして。はい。はい。お部屋。はい。ありがとうございます。はい、両方トイレね。はい。
6月の終わりぐらいに、はい、ありましたよね。
うん、それでちょっとしばらく営業できない時期があって、やっぱり目の前のね、お客さんが美味しいって言ってくれたりとか、あの地震大丈夫やったとかって、あの僕らもなんかその、変化球がないので、僕には直球勝負なんで、ね、素材がいいのであれこれしない方がいいなと思うんですよ。それをもう直球で食べてもらいたい。もうやっても塩とか酒とか普通の食材に向いた調理法なのかなって思ってやってます。ついに来ることないかもしれないですけど来た際には、どうもどうもごちそうさまです。美味しかったです。どうもありがとうございます。